君も大好き、僕も大好き、ミステリーちゃん、あちぃ、あちぃね。はい、というわけで、はい、炎天下の中というか、まあね、ここはクーラー入ってますけどね、はい、国内ミステリー書評番組、ミステリーちゃん2023年7月号その1でございます。い、書評家の若林文です。すげえ松恋でございます。とちょっとごめん、あまりも動かすとカロリーが腰がされてる。あのね、バレちゃうね。そっと生きてた方がいい。そっと生きてた方がいい。なるべくね、無駄なに体力がそがないように、ね、生きていかなきゃいけないですけど、まあ、本の紹介していきたいと思います。どうですか、今月は何かありました、いいことは。いいことはないですね。とにかく暑くても、なんかもう、外にあんまり出ずに、リモートに切り替えちゃうことも多かったんですけど。ああ、そうですね。まあ、6月末からね、話からすると、うん、本格ミステリー大賞のね、授賞式がありまして。ありました。はい、久しぶりにですね、会場にね、出版クラブにね、開かれて、あれってこれの収録の後なんだっけ。収録の後でしたね。あ、そうですか。そうです、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 です、うん、なるほどね。はい、久しぶりにね、会場での ね、はいはい、授賞式ということで、はい、まあ、今年は小説部門は白井智之さんのね、はい、名探偵の生贄で、評論研究部門が厚川辰巳さんの、はいはい、厚川辰巳読書日記ということで、はいはい、まあ、新進ミステリー作家、はい、2010年代のデビューした、まだ全然ね若い2人がこう受賞されたっていうのは、うん、非常に喜ばしいことだったなと思います。で、僕ね、トークショーの2日目の方も行ったんですよ。はいはい、僕あの時行けなかった。そうそう、まあ、実は言うと来年からちょっとイベントのお手伝いみたいなこともするようになる。あ、その仕事もさせられるのか。その仕事もその仕事もです。執行会議の皆さん聞いてますか。結構それも回ってくるのか。結構いろいろ。そうかそうか、うん、まあまあ別の協会だからしょうがないね。別の、え、何その、ちょっと待って、今そこにね、もう一人理事がそこにいるんです。いや、ちょっと待って、別の協会もって何、いや、わかんない、なんだろうね、日本浪曲協会じゃないことは。いや、そうか。で、な、え、まあ、しょうがないよね。え、ちょっと気にしなくていいですか。いいですか。ちょっと、まあ、その話、その話題を続けましょう。その話題を続けましょう。ちょっと無駄なカロリー使っちゃったし。その話題を続けましょう。まあ、まあ、サイン会がね、開かれて、まあ、特賞は厚川さんと白井さんと、まあ、司会は青柳愛人さんだった。白井さん顔 NG だけどどうやっていたの。あれは写真を撮っちゃいけないっていう形で。あ、そうか、そう、写真を撮らなきゃいいって形で。あ、そう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 、イベント内の方には全然 OK なんだけど、ね、っていうことになって、まあ色々面白かったですよ、やっぱり、うんうん。でサイン会にはですね、今までそのリアルでね開催できなかった時にも当然、まあ、受賞者なんだけどできなかったんで、で最後のお声がけして、うん、相沢佐子さんとか あとね桜田智也さんが来ていただいてます。ああ、そうか、その時期でしたか。そうそうそう、桜田さんは、ね、北海道に住まわれてるから、結構ねなかなかない機会だったと思う。豪華でしたね。そうそうそう、うん、まあ非常に盛況でいいものでした、うん。まあコロナまだね収まってはいないんだけど、うん、まあ、やっぱああいうイベントをやると、まあ、久しぶりだし、うん、結構まあそれなりににぎわったんで、うん、まあ、非常にいいイベントになったんじゃないかなと思います。っていうのをちょっと来年からね取り仕切る感じになるかもしれないんで、まあ、その仕事もするんだよね。も気にしなくていい。さっきからもっていう言葉を連発されてるんだけど、気にしなくていいね。ちょっと。ちょっと2つ の, すみません、団体の皆さん、ちょっと僕、体1つしかないんで、ちょっと別に一緒にやれって言ってるわけじゃないもんね。なんで、何をうなずいてるの、今、理事2人、何をやってるの。そういうことがありましてね、はい、まあまあまあ、そのことは、その謎はいつか明かされるであろう。はい、分かったよ。もうなんか、腹くぶるしかねえよ。そうですね。うん、そうですね。はい、というわけですね、この動画はですね、別に私がね、何かの仕事をするっていうことの決意表明をする、ね、場ではございません。そうですね。その月のですね、に出た、国内ミステリーの新刊の方で、私と杉江さんがこれぞというものを3冊選んで紹介する番組でございます。うん、そうです。というわけで、私の1冊目からいってほしいですか。はい。はい。じゃあ、私の1冊目は、はい。水田新造さんの歩く拷問、海民権における記録と推理です。
はい、今歩く拷問ってなんだ。拷問、拷問、ね、拷問したんだ。あれね、猛者じゃなくてね、拷問って拷問なんですよ、あの読み方ね。でこれはですね、あの小説野生時代に2022年から、はい、連載されたあの4つの短編と、プラス書き下ろしの短編を加えたですね、うん、連作短編集になっていますね、はい、で、まあ、これね、まあ、どういう話かというと、うん、まあ水田さん の, あのシリーズ探偵の一人に、あの東条玄也ってじゃないですか、はいはい、あの怪奇探偵小説家であり、はいはい、一方でですね、あの怪奇あの怪をあの各地の怪を集める、傍らですね、うん、そこで起きた各地で起きたその怪というか、うん、あの怪奇な事件のですね、謎を解くことによって、まあ、あの素人探偵の名探偵としてもですね、うん、名を馳せたですね、東条玄也というね、うん、あのまあ、あの首なしのごときたたるものですとか、うん、水地のごとき、なんだっけ、沈むのかとか、うん、はい、水地はあの本ミス大賞、本格ミス大賞とか、ね、ああ、そうだっけ、うん、とかね、あの、まあ、水田作品の探偵、シリーズ探偵といえば、あの東条玄也ということを思い出す方はいらっしゃるかと思うんですけど、うん、そのですね、あのその東条玄也が、まあ、名探偵でありつつ、あの作家で、あのまあ、あの怪奇小説作家として、要はその怪民族。怪にまつわるその民族、うん、あのアマチュアの民族学者としても、うん、あの非常にこう知見がある人物ということで、とある大学でがですね、彼をですね、講師として呼ぼうではないかというふうな案を出したんですね、とある教授が、うん、でですね、あのちゃんとですね、なんかあの、まあ、議論が起こったんですけど、まあ、結局そこ の, あの東条玄也、の今までの功績とかも見つつ、うん、そ の, あ の, 教授あの提案した教授がですね、なんとか案を通してその大学にですね、あの怪民族研究室、学研究室という通称怪民研という、うん、あのちゃんと研究室をですね用意したんですよ。おうおう、じゃあちゃんと部屋まで用意して、おいおい、でじゃ あ, あの東条玄也先生いらっしゃいっていうふうに思ったら、実はなんとこの教授まだあの東条玄也さん本人には話を通してませんって。ダメだよ、そういうことしちゃった、うん。もうなんか実際こういうのいるかもしれないけどね、あの、あるある、あるある話なんだけど、あるある、うん、まあ、ってなるわけなんですよ、はい、うん、なんだけど結局ですね、あの東条玄也本人はあの、まあ、あの寝耳に水な話であって、 そんなところ、あのそこにね、あの常駐している、まあ、いろんな各地にね、また会がありますんで、あの、うん、そこにこう飛んでいかなきゃいけないともあるので、結局この怪民研どうなったかというと、研究者である、あの専属の講師である東条玄也は不在のまま、うん、でなんだけど、あの代わりにですね、あの東条玄也が今まで集めたいろんな研究資料とか、今だったらその記録みたいなものを全部こう置くね、あの倉庫みたいになってるのね、うん、っていう、実はそのシリーズキャラクター東条玄也がちょっとかかってる、まあ、設定なんですよ。なるほど。で、メインの登場人物はまあ2人いて、うん、そこのですね、に通う、学生の東条愛、うん、というね、まあ、女子大生がいて、であるですね、あの相談、あの実はその自分の知り合いが怪異に見舞われたので、うん、そこについてその東条玄也に相談しようというふうなことを思って、その怪民権を訪れるわけだ、うんうん、まあ、ところが当然さっき言った通り東条玄也はあの不在なの で, そうです、ね、行っても誰もいないんだよね、うん、でいないんだけど、なんかね、あの代わりにね別の人がいるんだよ。うん、でその別の人物は誰かというと、天球真人というね、はいはい、まあ、若者、まあ、青年なんだけれど、これもね、あの作家志望なんでね、うん、あのそこのなんかこう三つ東条玄也の、怪民権がもう留守なので、うん、まあ、そこのね留守を預かるっていうか、そこを、まあ、あの預かる代わりに、まあ、そこの、 あの、まあ、研究室にこう常駐しながら小説を書いてるって、うん、あの若者なんだよね、うん、っていう、まあ、行くと天気マフトがいるわけだ、はいはい、でそこでですね、この東条愛が、持ち込んだ、自分 の, あの友人が、見舞われたその怪異を相談すると、この天気マフトがですね、若干ちょっとねビビりながら、まあ、それはこういうことなんじゃないかっていう推理を披露していく、うん、なるほど、っていうパターンのですね、短編集、推理短編集になっているというわけなんですね、うんうん、で、まあ、あの当然あの東条玄也シリーズ
の、まあ、番外編というか、まあ、なんていうか、あの、かかってくるような話だったし、当然ですね、海民研という、まあ、研究室で、あの、いろんな海が、あの、集ってくる話なので、まあ、三田作品ではおなじみの、あの、いろんな、あの、まあ、恐怖というか、実は海難的なですね、あの、モチーフとですね、恐怖演出にも彩られながら、うん、その中に論理的な推理の楽しさっていうのも詰まってるんですね。例えばその、この歩く拷問っていう、この最初の探偵はですね、拷問って何かといったら、まあ、さっきちょっと読み間違えたとおり、亡者って書くんですけど、なんかですね、遠くの方からですね、ふら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 、なんか、あの、死人みたいな影がですね、ボン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 歩いてくると。うん、でこれは一体何だっていうのを、あの、解き明かしたり、まあ、あるいはですね、第4話はですね、目張りされる座敷ババアって、うん、座敷ババアってなんだっていうね、うん、なんかね、そんな妖怪いるのかなっていうふうに思うんだけど、うん、まあ、そういうですね、今まで、あの、三田さんの登場原野シリーズに、あの、ヤマンマとかさ、まあ、首なしとかさ、うん、あの、いろんなちょっと妖怪じみた怪みたいなのが出てくるかと思うんだけど、まあ、そういうのがですね、いろいろこう書かれるんだけど、ちょっと今までのね、三田作品とは、あの、手触りの違うところも結構あるんだよね。うん、はいはい、で、その一つ目がですね、あの、その推理の中に、なぜこういう現象が起こったのかっていうか、どうやってこういう現象が起こったかっていう、うん、一種のハーモニット的な思考も、うん、あの、盛り込まれてることが、ところが面白くて、一番僕がね、これいいなと思ったのは、第2話のね、近寄る首なし女だったやつね。これはね、あの、面白いんだけど、ここに出てくるその怪を、あの、語り手というか、主人公となるのが、うん、高校生で、ジョン・ディクソン・カーが大好きな高校生がいて、そのですね、あの、ジョン・ディクソン・カーが好きだっていう、同級生を見つけたわけ。うん、で、まあ、そのね、ディクソン・カーよりもね、お前、ユダのまだなんか読んでんのかみたいな、やり取りをしてね、どんどん仲良くなっていくんだけど、その友達がですね、うん、あの、なんかその町外れの洋館みたいなところにこう住んでいる、はい、あの、結構、まあ、いいところのお坊ちゃんね、うん、で、そこのですね、いいところのお坊ちゃんのその家に行って、その帰りかなかな、行くと、あの、首なし、首のないね、ないですね、あの、みたいな女がですね、ポトポト歩いてきてるじゃん。うんで、この友達はびっくりして、まあ、見えるわけなんだけれど、うん、果たしてこの首なし女の正体が何かっていう、はい、ちょっとここら辺はですね、それこそさっき名前が出したようなジョン・ディクソン・カーに出てくるようなこう謎というか、いろいろこう仕掛け的なものもありまして、うん、なんかね、それこそカーのああいうこう不可能ものが大好きな人だったら絶対好きになるようなね、作品が結構揃ってますと、うん、で、あとね、割と薬と笑える部分がある、うん、まあ、でも、あの、三田さんといえば、あの、いわゆるそのちょっと恐怖演出とかね、おどろおどしい感じとかもあるかもしれないんだけど、今回ね、それだけじゃなくて、あの、結構ね、この探偵役でもね、キュートというか、ちょっとね、あの、ユーモラスな感じなんだよね、うん、この天球真人ってね、この東条玄野のこの海民研に、ね、研究室に勤めてるじゃないですか。で、怪異とかへっちゃらなのかなと思ったら、こいつすげえ怖がりなんだよ、うん、当初はいがね、なんかね、こういう話があった、怖い話があって、不思議じゃありませんか、どう思いますって言ったらね、そんなの怖くないんだけどね、みたいな。いや、明らかにお前怖がってるだろっていう、うん、お前本当に東条玄野の弟子というか、おもり、あの、この不在に任されてるやつなのかなっていうぐらいの、あの、超わかりやすい怖がりなんだけど、まあ、それをですね、見て東条は結構からかったりするんだよね。うん、こういうなんかね、あの、キャラクターのその軽やかさみたいなところも出てて、ちょっとね、今までにない、三田作品の中ではさっき言ったそのカー的なその不可解なものを、うん、あの、論的に解いていくっていうところにちょっとウエイトが置かれて、あの、もうすごい盛り込まれてたりとか、さっきのちょっとあのキャラクターのこう軽妙なやり取りみたいなところもあって、うん、今までのね、この三田作品の中でも、あの、結構なんかある意味ですごいとっつきやすいような作品になってるんですよね。うんうん、これは多分杉さんの小説野生時代に載ってたから、あの、短編いろいろあるときに多分読まれてたんですけど、あの、やっぱり今おっしゃったそういうところだよね、うん、あれね、あの、
京極さんの百鬼夜行シリーズにおける百鬼つれづれ袋のようなですね、うんうん、スピンオフのおかしさみたいなのがあるし、うんうんまあ、キャラクター性にかなり振ってくるなってところがね、うんうんうん、面白いところだって僕思いました。まあ美沙さんはもともと軽妙なところもすごく描ける人だし、うんうん、やりとりの面白さっていうのは、まあ、もちろん今までもずっと続いてたんですけど、うんうん、そういった意味では非常にらしい作品だなと思いますよね。今までね、美沙さんの作品読んでなかった人も、もしこれから入るのも全然 OK だと思うし、うんそうですね、美沙作品を好きで好きで全部読みまくってるって人にとっても、うん、いろんな意味で楽しめる作品になってる、はい、いろんな意味でね、楽しめる作品になってるんで、そのあたりもちょっと含めて読んでいただければなと思います。はい、はい、というわけで私の一冊目は美沙晋三さん歩く拷問快眠圏における記録と推理でございました。はい、角川書店です。はい、じゃあ私の一冊目です。はい、はい、うん、まあ、これはもう先月 ね、 ああそうですね、あれを紹介したからもうここで紹介するんでしょう、ね、うん、夜初るところボンダリック集英社ですね。うん、まあ、前回若林さんが紹介した鈍色原始光のですね、何て言うんだ、作中作というか、うん、なかなかない成り立ちをしている小説なんですよ。なかなかない部分を分かりやすく見せてもらうためには、この扉のところにボンダリックさん当然名前がありますが、それを一枚めくってですね、見るとですね、メシアイアズサ、夜はつるところというね、はいはい、名前が入っていて、これがですね、ちゃんとこいさ奥付けにもきちんと入っているというね、奥付けにもメシアイアズサの奥付けとオンダリク奥付けがあるんですね。というふうに非常に凝っていて、オンダリクの中にきちっとメシアイアズサという作家の作品が入っているという形になっていて、オンダさんが、メシアイアズサという作家を新たに自分の中で作り上げて、うんうん、メシャーズサという作家になりきって書いた作品がこれです。うん、成り立ち前回もしご覧になってない方もいらっしゃると思うんで言うんですけども、もうざっくり言うと幻の作家なんです、メシャーズサという人がね。うん、でその人の作品がこの夜果てるところという長編なんですけれど、これを、映像化しようとすると不幸が起きて必ず挫折してしまうという伝説がある、都市伝説があって、その都市伝説の取材をしようということで、関係者が全員集まる戦場にですね、主人公とその夫の脚本家が、乗ってですね、インタビューを試みるという非常に長い小説、戦場の、小説でもある、鈍色原始光という小説が5月に出ました。そしてその鈍色原始光はね、十何年かにわたって連載するんですけど、途中で恩田さんは、連載一回止めて、途中でその作中作であるところ、その中で言及されるメシアアズサという作家の書いた夜果つるところという作品を実際書いちゃえっつって書くんですね。小説同じ小説最初だから、あれは鈍色原始光は連三郎っていう電子媒体で始まるんだけど、で、途中で小説版に移るんですが、その何回かの中断期間の間にこの夜果つるところが成立するんですね。だから読者の間ではかなり前に終わってるんだけど、出ない作品の一つとして有名だったんですよ、これも。で、その夜果つるところの、一冊です。でどんな話かっていうのがね、説明がしにくいんですけど、時代はね、昭和の前期もしくは大正から昭和の前期にかけてというような感じで書かれています。で、そこにここに出てくるね、追月荘という山中の、館がありまして、ここではね、女性たちが暮らし、若い女性たちが暮らしていると。でそこを仕切っている女性、そしてその、まあ、執事のような役割をしている女性、もう一人その離れに一人暮らしている女性で3人の女性がいてね、ちょっと年配なんですけど、その人たちが、カッコつきの私、この主人公の私の3人の母にあたるってことが言われるんですね。でその私はその女性たちの暮らす館でですね、すくすくと成長していくんですけれども、その自分がいかにその館、暮らしの館というのが、異常な環境かということをだんだん気づいていくんですね。まあどういうところかっていうのは言わないんですけど、そこには、まあ、訪ねてくる者たちがいて、その訪ねてくる者たちがどうやらその館では、外では見せない顔を解放するらしいと。でかつその男たちなんですけど、男たちは、
どうやらある目的を持ってそこで集っているらしいぞっていうことがだんだん分かってくるということが、時間がね、行きつ戻りつするような感じで書かれてくるんですね。何しろ、学校にも行かず、その追月層で過去私は暮らしているものですから、世間の常識っていうものは知らないのね。で、全く知らずに、その館だけが世界、小さい世界で暮らしているものですから、その中で自分たちが見聞していることっていうのが、どんなに他とは隔離してるかってことも分かってないわけです。で、例えばその館に来る賓客、客たちにですね、会ってはいけないって私は言われてるの、母親たちに言われてるんですけど、それはその あることをきっかけである人に会ってしまい、ほのかな連情を抱くような気になるんですけれども、その連情の行く末はというですね、その恋の物語でもあるんですよね。そしてその私がなぜそうやってその隔離された暮らしをしているのか、この追月層というのはどんなものなのかということがミステリーとしての核になってですね、それが読んでるうちにだん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 分かってくる。で、分かってくると、その異常な暮らしに秘められた意味ですとか、そこで暮らす人々の決意みたいなものね、そういったものが分かってきて、もう大変胸に迫る思いになるんですけど、最後に素晴らしいカタストロフの場面が訪れてですね、終わるんですよね。で、まあ、ちょっと驚愕の、あることが分かったりもするんですけど、どういうタイミングで分かるかっていうのはちょっと言わないんですけど、これね、これは言ってもいいことなんですけど、これレベッカです。そうですね、はい、物語としてはレベッカなんですよね。レベッカというのは、あの館が、の主人にね、前主人に、その主人公が、影を、原因を 見るということから、その館の影に怯え続けるというゴシックホラーなわけなんですけれども、その館の影に怯えるという部分を、もうちょい違う感情を交えた形で描いていくというね、追月層という館の印象がすごく鮮やかに結ばれるというところがね、やっぱ恩田さんはこういうの好きなんだろうなっていうのが ね、よくわかります。よくわかる、素晴らしいですね。いや、やっぱりニビル・ケン思考を読んで、僕は雑誌とかでこっちを追っかけてなかったから、もうなんかこれが出るのが出るのが楽しみで仕方なくて、読んだら、あ、やっぱりいいなというか、2つ読んで当然出てくるなっていうかね、考えというか、あるものだから、それはぜひとも2冊読んでほしいんだけど、ニビエル原子港って要は戦場の話だったじゃないですか。はいはい、あそこも船の船だったよね。その中でみんながその一つ その小説についてわいわいがやがやいろんなことを話し合いながら話し合うっていう、その本について語る小説でもあったわけですよ。じゃあその本の中身は一体どんな本なのって言ったら、今度はやっぱり館の話っていう、さらに閉じられた世界の中にもう一つすごい見られた閉じられた世界がまたあったみたいな、そんなすごい感覚にさせてくれるいう、なんていうか連作じゃないんだけど、つながりになってて、そこはなんかね、私もすごくいいなって思った。はい、だからここから読んでもいいと思うんですよ。だから、もちろん本田さんに聞いたんですけど、やっぱり先に読むのはニビロの方がいいと思う。なぜかというと、ニビロを読みながら、夜走るところどんな小説なんだろうって空想しながら読み詰めていって、で最後に読み終わってから実際に夜走るところを手に取ってもらうと、なるほどこんな小説だったのかっていうふうになると思うんだけど、ものすごくこっちが気になっちゃう人は別にこっちから読んでもいいと思う。もちろん。でも全然それでも読書の楽しみに阻害されないですし、これはこれとして楽しめるでしょう。すごく楽しく読める、その程よい長さ のホラーといいますか、ゴシックロマンス、ゴシックホラーですよね。なので非常にこの一冊で読んで素晴らしいと思いますしね。あと本田さんが自分で言ってたんで、言っちゃいますけど、やっぱ文体をね、メシアアズサを作るためにいろいろやっておられて、本田さんらしいなと思うところもあるんですけど、これはメシアアズサだなとあえて言ってるなっていうところもあって、例えばエクスクライメーションマークとクエスチョンマークを一切使わないとかね、そういうふうな恩田さんが普段やらない技巧とかも凝らしているんで、そういうふうに恩田さんの作品って読み比べてみるのもね、一つの手じゃないかなと思います。そういうわけで恩田さんのファンにもファンじゃない方にもぜひお勧めしたいと思います。夜はつるところ恩田陸集英社でございました。これ原子校と一緒に、はい、1冊目、以上です。